アンドレイ・エゴーロビチ・ボロビフはソビエト連邦の軍人、ソ連邦英雄。最終階級は空軍上級大将。第二次世界大戦では装撃追数32機を記録したエースパイロットである。1921年10月30日、ボロビフはロシアソビエト連邦社会主義共和国のクルスクに生まれる。1936年に高校を卒業し、 1940年に赤軍に入隊した。ボロビフは第16航空軍第6戦闘航空軍団第157戦闘航空連隊に所属しており、1941年12月より大祖国戦争の前線に赴いている。彼は約マイナス 7B を借り、敵機の迎撃や爆撃機の援護、偵察などでオリオールやクルスク、ホメリ、リビーブ、 ワルシャはベルリンといった諸都市を飛び回った。彼は対戦中に個人での撃墜32機、共同での撃墜14機を記録しており、ソ連邦英雄を2回、レーニン勲章を2回受賞している。ABC ・アンドレイ・ボロビフ、ABC ・アンドレイ・ボリビック、ECC ・ソカルニーキー、2014年1月23日、閲覧、ありがとうございます。